ネバダシティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ネバダ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。州都サクラメントの北東を60マイル、プレイサー軍のオーバーンから北に28マイルに、一致している。1900年の人口は3250人、1910年では2689人、2000年3001人だったが、2010年国勢調査では3068人だった。 ネバダ式となっている地域はカリフォルニアゴールドラッシュの1849年に初めて開拓が行われネバダという名前で呼ばれていた。ネバダとは雪に覆われたという意味であり地域の雪を冠した山々を指すものだった。1850年から1851年にかけて州内でも最も重要な鉱山町でありネバダ軍は 州内の先進的金採掘を行う軍だった。ネバダの町は1856年4月19日に市政を敷いた。1864年、ネバダ州との混同を避けるために、ネバダの後にシティが付け加えられ、その時以来法的にはネバダシティと呼ばれている。元の雇用手ビルの町が後にネバダシティの北西部になった。市内のいくつかの建物が、 アメリカ合衆国国家歴史登録財あるいはカリフォルニア州歴史史跡に登録され保存されている。以下のその一部である。ネバダシティは北緯39度14分51秒整形121度一部7秒、北緯3 9 2 4 7 5零度整形121.01861度、 39.24750-121.01861に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は2.1平方マイルであり、すべて陸地である。ミズーリ州ネバダ市は、このネバダシティにちなんで名付けられた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会では、上院の第4及び、 会員の第4選挙区に属している。連邦議会会員ではカリフォルニア州第4選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス11となっている。2010年時点で全て共和党議員が務めている。観光客はネバダシティの歴史的史跡だけでなく、下記のような特別な行事も目当てにしを訪れている。 シエラストーリーテリングフェスティバルは1985年に始まり物語作家が集っている。この行事は毎年7月に物語のために特別に建設された松の木の木陰の円形劇場で開催されている。ワイルドシーニック映画祭は2003年に始まり、環境問題に関する幅広い映画を映写しており、アウトドアの冒険ものや極限スポーツものもある。 この行事は1月に市内中心街の多くの会場で開催されている。アメリカ合衆国でこの種の映画祭としては最大のものになってきた。現代のネバダシティはケーブルテレビホールマークチャンネルの2006年のオリジナル映画クリスマスカードの舞台となった。ネバダシティはイギリスのコーンウォール州にある海岸町ペンザンスと姉妹都市を結んでいる。この締結は コーンウォール出身者がカリフォルニアゴールドラッシュの時代に移民してきてコーンウォールの工業技術を伝えたからだった。ネバダ式市役所には姉妹都市のための部屋があり様々な交流の中で得られたコーンウォールの記念品などが収められている。ペザンス青年ウィンドバンドがポール・カーターの指示のもとにネバダ統合高校記学部の活動に2回参加した。ありがとうございます。